お待たせいたしました。福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の高橋、対するバファローズの先発は右の山岡、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。ホークス追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でデスパイレ、第9球投げました。高めいっぱいストライク、いきなり150キロ、見送ってボール。第3球低めボール、投げた、あっと、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、スリーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、スタンドからの声援が力に変わったホームランです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ホークスリードで迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面でデスパイネ、今日3打点を挙げています。第2球ストライク、投げた、3球目ストライク、第4球を投げた、もう投げた、インコース引っ張った、頭上を越えた、クリーンヒット、栗原三塁を狙う、デスパイネいいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。第9球初球から打ってった、1・2塁間へ、セカンド放送、ホークスリードを9点に広げます。9対0、ホークスリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面でデスパイネ、今日3打点を挙げています。投げた、外れた、ボール。第3球は見送ってストライク、第4球を投げました、真ん中ストライク、タイミング合いません。第5球投げました、きた、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ツーランホームラン、デスパイネ今日これが2本目のホームラン、ツーシームを完璧に捉えました。ホークス大量リード。チームメイトが迎えます。5回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者デスパイネ、今日は3安打、打った、これは強烈、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、デスパイネこれで2打席連続のホームラン、初球から思い切っていきました。素晴らしい一発をベンチも祝福。7回の裏、ホークスラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは DH のデスパイネ、今日6打点を挙げています。投球これから2球目、スローカーはストライク、第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、センター掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。高橋見事な完封勝利、ホークス完勝です。ご覧のように福岡ソフトバンクホークスが勝ちました。本日の勝ち投手高橋嶺、負け投手、さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただき